はい、皆さんこんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっとココモンテス選手が早速1軍の練習にね、参加したというところで、その動きとかね、いろいろ僕見て感じたところあったんで、今日皆さんに共有させていただこうかなっていうふうに思います。まず最初になんですけどね、皆さん聞きました。マジびっくりしたんですけど、ココモンテス選手のね、年俸ね、いくらやと思う？えぐいよ。いや、安い方ね。3000万よ。えぐない。めっちゃ安ない。っていうところで、助っ人でね、3000万っていう破格の安さでね、来てくれてるっていうところで、ヘルナンデスも5000万で、モンテスも3000万。合わせて8000万っていうところで、どんだけ、コスパええねんっていうところ。まだね、プレイしてないし、活躍ね、ココモンテス選手の場合はしてないから、なんとも言えないんだけど、3000万って、安すぎやろ。普通に。てか、えぐいって、普通に、マジで。どういう交渉でね、3000万でいいよってなったのかわかんないですけど、それちょっと安すぎないっていう感じはね、正直しましたと。で、ちょっと今日はですね、ココモンテス選手が一軍の練習に参加したというところで、打撃を見て感じたところと、守備を見て感じたところで、いろんな、最後ね、総合的に、どう思ったかっていうところをね、見ていきたいなというふうに思います。まず、打撃というところでね、打撃やっぱりいいよね。普通にいいと思います。で、ちょっと技術的なところを言うと、どっちかっていうと、日本人の打ち方というか、非常に癖のない打ち方をしてるんですね。で、ヘルナンデスとも一緒なんですけども、非常に、スイングアークというか、コンパクトに触れてると。ただ、ちょっとヘルナンデスと違って、少し、なんて言うんだろう。ボールにラインを入れてあげるというかね。ヘルナンデスはどっちかというと、小さいトップからそのままダンって出すイメージなんですけど、ココモンテス選手の場合は、ちょっとこう、トップはゆとりを持ちながら、ボールのラインがあるじゃないですか。こうピューって横から来るでしょ。そのラインに対して、バットのヘッドをしっかりこう、ラインを合わせて打っていくというバッターなんで、どっちかというと、日本の打者とかにも、少し似てるんじゃないかなっていうふうに思います。タイミングの取り方は、やはり外国人独特のね、あまり大きな動きはしないというところで、クイックであったりとか、そういったピッチャー最近増えてるんで、そういったところにも対応していきやすいんじゃないかなっていうふうに思います。で、じゃあ、打撃のところでちょっと弱点かなというか、ちょっとどうかなと思うところで言うと、そういうラインを入れるというかね、ちょっとこう、ボールに対して、ボールがこう来るときに、バットをこう、そのラインに合わせていくっていう打ち方なんで、速い球であったりとか、特に高めのボールに対して、ちょっとこう、ポップフライになりやすいっていうところが、あるんでね、僕もどっちかって、僕と一緒にしたらダメだけど、僕も、野球やってる時は、どっちかっていうと、ラインに合わせてっていう、こう、投球がこう来るんだったら、そのままこう、バットを当てるっていうようなイメージで、打ってました。で、僕も、その打ち方をしてて思ったのが、少し速いピッチャーであったりとか、高めのボールに対して、ポップフライを打ち上げやすくなるっていう打ち方でもあるので、そういったところで、ココモンテス選手ね、非常にいいスイングアークというか、スイング軌道を持ってるんだけども、特に高い球に対しては、ちょっと苦労をするかなっていう感じはね、今現状見てて、そう思います。で、次、守備なんですけど、守備ですね、思ったより上手くなかったですか？見た方いらっしゃると思うんですけど、僕、思ったより上手いなと思ったんですよね。で、東京ドームで、練習参加されててね、ショートで入ってたんですよね。で、ショートで入ってたから、ショートで起用するっていうこと、イコールではないですけども、やはり、やっぱりある程度ね、そこで使いたいっていうところで、ノックを受けさせたりとかするんでね。そういったところで、ショートでの起用していきたいなっていうところは、あるんじゃないかなっていうふうに思います。で、その技術的なところを言うと、非常にハンドリング柔らかいなっていうイメージ。で、外国人の選手って、メジャーリーグの野手とかもそうですけども、結構大きな体で、肩も強くてっていうところで、結構そういうイメージが強いと思うんですけど、海外の選手ってめっちゃハンドリングうまいんですよね。ハンドリングっていうのは、グローブを持った手を、どれだけこう器用にとか、柔らかく動かせられるかっていうところがハンドリングっていうところなんですけど、非常にね、そういった練習っていうのをね、アメリカのというか、まあ海外の選手は結構ちっちゃい時からやってるんですよね。どっちかというと、まあ僕はまあ内野手出身じゃないからあんまりこう言えないけども、内野、日本の野手の練習ってどっちかというと、まあ正面で取りましょうとか、がっちり行きましょうっていう感じの指導法なんですけど、海外とかって、逆ハンド、逆シングルで取ってみようとか、トスをもっとこうバックハンドでやってみようとか、まあいろいろね、ちょっと遊びっていう中でね、要素を入れながら、そういう感じでね、練習してるんで、まあ日本人もね、もちろん上手いですけども、まあ海外の選手ってなんか、イメージとは違ってハンドリング上手いなっていうところはね、僕も野球やってて、外国人選手と一緒にこうやったことありますけども、それはね、結構思うんですよね。で、まあこっからね、ちょっと総合的なところというか、いろいろね、ちょっと考えていきたいところなんですけど、まあショートで起用したいって、先ほどね、思ってるっていうふうに僕言いました。で、今現状その阿部監督は、まあサードかショートで起用するっていうふうに言ってますと。で、サードで起用する場合とショートで起用する場合、結構ね、いろいろあるんちゃうかなと思ってて、まずサードでココモンテス選手を起用する場合ですね。大体、まあ、ココモンテス選手がサードに入って、で、ショートが門脇選手が江津口選手入って、で、まあ、大城選手がね、ファースト行って、で、キャッチャーが岸田選手。で、レフトにこうなってきたら岡本選手を持ってくると思うんですよね。うん。さすがにこの布陣で、ショート坂本選手はしないと思うんで、そこで、岡本選手がね、レフト行く場合が、非常に高いと思うんですよね。その、大城選手がね、レフト守れるわけではないので。はい。で、ってなってくると、まあ、岡本選手のレフトに、なんていうんだ、不信があるというか、不信感があるとか、そういったわけではないと思うんですけど、やはりファーストの大城選手があまりこう、まあ、ファーストに慣れてないっていうところがありますと。で、レフトの岡本選手も、まあ、慣れてないことはないけども、まあ、ちょっとね、多少、まあ、あまり経験がないというところで、まあ、2つのポジションにね、対して、不安を抱えるっていうのは結構、まあ、チームとしてね、守備というところを見たら結構きついかなっていう風なところはあるので、そういったところで、この布陣で行くんだったら、なんていうの、守備が結構、なんていうんだろう、厳しくなる。まあ、実際エラーとかはそんな出ないと思うんですけど、じゃあ、そのレフト、例えば若林選手だった時に、あ、この打球取れたなとかっていうのは、多分、ちょこちょこ出てくるかなというふうに思うので、阿部監督からしたらですね、あんまりしたくないんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、ましてやその岡本選手をね、まあサード、ファーストって言って、サードに生かして、で、またレフトっていうふうに、まあ器用だから、できるっちゃできるんだけども、それをね、多分ね、おそらくしたくはないと思ってるんですよね。うん。で、じゃあ次ね、ショートをモンテス選手を、ショートでモンテス選手を起用するっていう場合ですね。そうなってくると、サード岡本選手、ファースト大城選手、キャッチャー岸田選手、で、レフトに若林選手でやったりとか、佐々木選手、今で言ったらね、使っていくと思うんですけど、僕はこれが多分ベストだと思うんですよね。うん。まあ、門脇選手でやったりとか、江津口選手の成績を見るとですね、まあ、やはり、ちょっと弱いなっていうところはありますし、まあ、実際ね、ショート、門脇選手がね、今年ね、レギュラーですよって、レギュラーですって言われてて、実際不甲斐なくて、多分、モンテス選手の獲得に踏み切ったと思うんですけど、やはりプロの世界ってどんどん新しい選手入ってくると思いますし、まあそのレギュラー確約って言われてても、まあ確約なんだけど、実際本当にっていうところもあると思うんで、そういったところで、まあ門脇選手からしたらすごい悔しい結果になってるんじゃないかなっていうふうに思います。で、これが多分一番ベストだと思うんですよね。今言った、ココモンテス選手をショートで使って、まあサード岡本、ファースト大城、レフトはまあ若林、佐々木とかね、今で言ったらっていうところが僕ベストだと思うんですよね。で、ここはね、ちょっとこっから憶測で僕話させていただくんですけど、多分ね、僕今ね、門脇選手が不甲斐ないから、ココモンテス選手の獲得をしたんじゃないかっていうお話しましたけども、実際もうちょっと深掘って考えてみると、一概にそれだけなんじゃない、それだけではないというふうなね、結論に僕至ったんですよね。というのもですね、例えばね、坂本選手が衰えてる。まあこれは、衰えてるというか、まあ成績があまり実際出せてないというところがありますと。まあそれもあると思います。で、これね、岡本選手が僕メジャー行くと思うんですよね。今年ぐらいにマジで行く可能性多分高いと思うんですよね。だから、ここモンテス選手を取ったんじゃないかなというふうに思うんですよね。そうなってきたら、サードに、ここ、来年ね、来季以降ね、サードにココモンテス選手を入れて、ショートに、伊豆口選手であったりとか、門脇選手をはめてったら、岡本選手の穴が埋まるとは言わないけど、まあ、マシにはなると思うので、そういったところで、岡本選手がメジャーに流出する場合の、ことも考えて僕、ココモンテス選手を取ったのかなっていうふうに思うし、一概にね、その門脇選手が不甲斐ないとか、まあ、ショートがね、なかなかこう、打率が良くないとかっていうところだけではないのかなっていうふうに思うので、まあ、これはちょっと僕の憶測ではあるんですけども、今現状ね、まあ、菊田選手であったりとか、まあ、増田陸選手とか、まあ、いろいろサード候補ね、まあ、大砲というかね、ずっと言われ続けてきましたけども、結局出てきてないんで、そういったところで、まあ、岡本選手が行った時に、モンテスをはめたら、丸く収まるんじゃないかなっていう風なところで、ところの意味合いも含めての獲得だったんじゃないかなっていう風に思います。はい、そんな感じでですね、今日はですね、ココモンテス選手の、まあ、初練習ですね、一軍練習を見て僕が感じたところをお話していきました。まあ、結論言うとですね、多分ですけど、バッティングに関しては多分めちゃくちゃいいと思います。うん、僕こんだけ、言ってて外れたらちょっとすごく悲しいんですけども、僕が見る限りでは非常にいいバッティングをするなっていうところあるので、まあ実際ね、2軍で出て、対応なんかもまた今後ね、見ていきたいと思うんですけど、僕が思うに非常に活躍する可能性っていうのは、ヘルナンデス同等かそれ以上に活躍する可能性も秘めてるんじゃないかなというふうに思うので、ぜひね、ジャイアンツファンの方もね、ここ、モンテス選手のね、まあ打撃、まあ守備もそうですけども、期待してもらってもいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。